銀節の章、天魔の節、煉獄の谷。帝国軍の先兵を退けた新政軍は、乏しい兵力を増員すべく、同盟領北西を支配するダフネル家の当主ジュディットに援軍を打診した。君か。私たちベア様のことを話していたんですが、5年間探し続けて見つからないのだ。案外どこかで眠っているのかもしれない。君がこの5年眠っていたようにな。何、例え話だ。我々は帝国打倒に向けて動き出したが、もちろんレアのことを諦めたわけではない。生きているのならば必ず見つけ出す。レアは君にとってもかけがえのない存在であるはずだ。力を貸してくれ。ダフネル寮に送ったミシが返事を持って戻った。君も読んでくれ。話は分かった。私でよければ力を貸すよ。だが一つ問題がある。寮内で大っぴらに兵を集めると同盟の他の連中を刺激しちまいかねない。だからこっちは煉獄の谷アリルにこっそり兵を入れてまとめておく。あんたらはそこまで兵を受け取りに来てくれないか。そこから王国と同盟の境界を通って修道院まで戻れば安全なはずさ。アリルは王国と同盟の境界に位置する人の寄りつかぬ深い谷だが、確かにあのアリルならば誰にも動向を悟られずに合流できるだろう。よし、相手の指定した日時に合わせて合流できるよう準備を進めてくれ。煉獄の谷アリル。熱い。もうダメだ。帰りたい。帰りたい。オドラにこんな場所があったんですね。あんなとこ、歩けるんですか？貴族の精神力をもってすれば。いや、気をつけた方が良さそうだな。アリルは女神の怒りが生み出した土地だとされている。過去に大きな争いがあり、それを鎮めるため女神が谷を焼いたのだというのだ。だが聖典に記されてはいない。他の者の所業を女神に押し付けたのではと。アツさん、私の頭やられます。見えている幻覚でしょうか。あの岩山、影が。影ってなんだよ。人影か。うん、あれは軍勢だ。落ち合う予定の場所とは違うが。何？軍曹は王国軍だと？蹴取られたか。ち、まだ患者がいたな。始末しきれていなかったか。あの旗、帝国に寝返ったローベ家のものだな。わざわざここまで来るとはね。直ちに戦闘を用意。いいか。ああ、まだ戦闘した様子はないが、油断はできない。急ぎ奴らを撃ち、ジュディットの軍を探そう。この煉獄を戦場に選んだ愚か者どもを真の地獄へと送ってくれる。煉
の若造ばかりの小勢に。あの獅子の旗、王国内で有名を轟かせていた老将だ。これが煉獄の炎に触れれば戦場を広く見なくては。勝たなければ生き続けられないもの。ブリギットの誇り見せました。あれはやっぱりロナート様の代わり。思います。狙い通りに進められている。許しはいらない。これが戦いだ。よし、大勝利だ。何においても勝つのが大事よね。ごめんなさい。だけど僕はロナード。君の采配を信じよう。戦いが終わるまで私は止まらぬ。死にてえやつからかかってきな。俺は働いた分だけ引き取ってやる。我々の邪魔はさせん。
しない方が良さそうね。ここをしのげば彼らの死を無駄にはしない。これも未来のための一歩。定めだったのだ。ローベハ、私この策にかける。己の非力を嘆くがいい。私は止まらぬ。以上だ。己の非力を嘆くがいい。戦場を広く見なくては。この子が血にまみれてもなくない。さすがだ。私も続こう。窮地を脱したか。これでようやく本来の目的を果たせそうだ。まさかこんな場所で人暴れすることになるとはね。まあ、お互い生き残れたことを喜ぶとしよう。やめとくれよ、それは昔の話さ。それよりあんたが噂の先生かい。なるほど、クロードの言う通りだね。あの坊やに頼まれたんだよ。気に入ると思うから力を貸してやれって。同盟の名手クロード、どこから情報を得て。アナドレンナ白状の寄進と称されるだけのことはある。だが今は共に帝国に抗する立場。敵の敵は味方というわけか。ああそうだろうさ。先生宛ての手紙も預かっているよ。それをどう使うかはあんたら次第さ。受け取っておけ。後で内容を教えてくれ。じゃあ兵の引き渡しを済ませよう。あんたらを疑っているわけじゃないが、大事な領民なんだ。使い潰すような真似だけはするんじゃないよ。そういえば大事な情報を伝え忘れるところだったよ。実は5年前のあの戦いの後、
帝国軍に連行されるレア様を見た者がいる。それは間違いないのでしょうか。見たってのは私んとこの手のものさ。まず間違いないだろうね。帝国と戦うと決めた我々の選択は間違っていなかった。情報感謝する。必ずや救出してみせよう。さて、兵力を増強できたおかげで我々は帝国へと軍を進められる。といっても敵の本軍と正面からぶつかるほどの戦力は我々にはない。少数精鋭で用地を攻略し、迅速に帝都に攻め入ることになるだろう。ああ、厳しい戦いになるだろう。一層気を引き締めねばならん。知っての通り、ガルグマクから南、帝国の方向にはオグマ山脈が連なっている。故に帝国領に入るには山脈を大きく迂回する必要がある。王国を通る西回りと同盟を通る東回りの2つの進路が考えられるのだが、ああ、そうなるだろう。同盟にも帝国派の諸侯はいるが、未だ完全に支配下にあるとは言い難い。さらにその隙をつける重要な鍵が君の手の中にある。そう、それだ。久しぶりだな先生。まさか生きてるとはね。寝耳に水だよ。あんたなら信用できると思っての交換条件を一つ提案させてもらう。あんたら帝国領に攻め入るつもりだろ。とすると東回りの進軍路しかないはずだ。そのためには同盟と帝国の境界を流れるアミット大河を渡る必要があり、大河に架かる橋の中で最もガルグマクに近いミルディン大橋を抑えなきゃなら。一方で俺の家リーガン家はグロスタール家と対立していてね。殲滅するのは簡単なんだが、俺としては被害を大きくせず収めたい。そこでこっちでグロスタール家の軍を引きつけている間に、あんたらにグロスタール領を通過してミルディン大橋を落としてもらいたいのさ。橋を帝国軍から奪えばグロスタール家は帝国の援護も受けられなくなるからな。あんたらはミルディンまで無傷で行ける。俺は同盟の安定を保てる。悪い条件じゃないだろう。返事は早めに頼むぜ先生。これが鬼神の希望か。こちらの状況をつかみすぎていて恐ろしいが、条件については悪くない。クロードの言う通りだ。ミルディン大橋を落とした結果、グロスタール家がリーガン家に屈すれば、修道院から帝国領への進軍路もかなり安全なものとなるだろうしな。心は決まったか。ならばすぐに返事を出そう。